い、こんにちは、かけまるです。教習所へ通うから、マニュアル車に乗るときにアクセルをどれくらい踏めばいいのか、ハンクラッチの時にアクセルをどれくらい踏めばいいのか、動画作ってくださいということで、まあちょっと考えてみますということを伝えたんですけれども、どれくらい踏めばっていうことで物差し買ってまいりました。で、まあ車種によってそのアクセル回路っていうのがまた異なるんですよ。その踏んだ時の電子スロットル、今の車は電子スロットルなので、踏んだ時のアクセル回路が車種によって違うので、僕のが参考になるのかどうかはわからないんですけれども、動画作らせていただきます。ご了承のほどお願いいたします。差しでどれぐらい踏むのか一緒に見てみましょう。それでは、アクセル街道の方なんですけれども、クラッチ踏まれへん、このカメラポジションやったら、だいたい2000回転やから、これぐらいっていう感じですかね。5ミリも踏んでないですかね。映ってるかな、見とってくださいね。だいたい約2000回転で発進しますので、5ミリも踏んでないですね。これぐらいです。これぐらいでハンクラッチつなぎます。5ミリも踏んでないですね。2、3ミリぐらいですかね。じゃあこの 2、3 ミリのペダルタッチをこう掴むには、ソールの薄いこういうフューチャーキャットかドリフトキャットっていう靴が一番いいんですよ。じゃあちょっと2、3ミリ踏んで発進どんな感じになるのか見てみましょう。カメラ足の間置いてるんで、ちょっとブレーキ変な形になるんですけど、すいません。まずそうですね、こうでしょう。今一応念のためサイド引いてます。 2,3 ミリぐらい踏んで2000回転になったら、こうやってゆっくりクラッチつなぐんですよ。感じでやってもらうしかないんですよね。これが慣れてきたら、サクッとこういう感じで発進はできるんですけど、もう一回いきますね。慣れてきたら、普通にこういう感じで発進できます。で、最初慣れへんか時は、言うたらこう長い間こうブレーキ離してアクセルで、これやったら怒られると思うんですよね。だからさっとこういう感じで、別に2000回転っていう定義ではないんですけど、目安ですよね。目安は2000回転、2、3ミリ踏んで回転上がったらクラッチをこうつなぐ。このスタート方法やったら絶対怒られますので、やめた方がいいです。だからイメージトレーニングしてもらえればですよね。この2000回転の音、この音です。これぐらい。3000回転やったらこれぐらいなんで、ちょっと回しすぎです。だから1500から2000、1500やったらちょっとクラッチ急いでつなぐとエンストしちゃうので、2000回転ぐらいが適当。2、3ミリ、これぐらいの音ですね。うーんっていう音で、ならハンクラッチ別にキュッてつないでも全然
エンストしないです。1500やったらエンストするかもわからないです。でも全然エンストしても全然あの恥ずかしくないので、あのそこは考えずに失敗を恐れずにあの教習受けてもらえれば大丈夫ですね。最初は誰でもエンストはしますよ、そんなイメージトレーニングですね。こういう感じで、もう一回、あ、映ってない行きますね。2000回転発進、こういう感じです。こっちの方やったらあの物差し置いても分かんないんですよね。こうでしょ、いきますね。分からないでしょ物差し。あ、こっちブレーキやこっちがアクセルでいきますね。これぐらいで2000回転やったら 2-3mm、 これぐらいでこういう感じでスタートです。もう一回、映ってないどこまで行くねんみたいな感じですね。行きますね。物差し置いて、斜めになってるか分かりにくいっすよね、すいません。踏むでしょ、こうでしょ、ほんま 2-3mm ですよね。踏む言ったら、僕の WRX やったら 2-3mm 踏んで2000回転でスタート、こうですね。いかがでしたでしょうか。あ、差し切ってもうたカメラ足の間置いてるんでちょっとブレーキ変な形になるんですけど、すいません。まずそうですね、こうでしょ、今あの一応念のためサイド引いてます。 2-3mm ぐらい踏んで2000回転になったらこうやってゆっくりクラッチつなぐんですよ。やってもらうしかないんですよね。あ、これが慣れてきたら、まあ、あのサクッとこういう感じで発進はできるんですけど、もう一回いきますね。慣れてきたら、まあ、普通にこういう感じで発進できます。で、最初慣れへんか時は、まあ、言うたらこう長い間こうブレーキ離してアクセルで、これやったら怒られると思うんですよね。だからさっとこういう感じで、さ、別に2000回転っていう定義ではないんですけど、まあ目安ですよね。目安は2000回転 2-3mm 踏んで回転上がったらクラッチをこうつなぐ、このスタート方法やったら絶対怒られますのでやめた方がいいです。だからイメージトレーニングしてもらえればですよね。この2000回転の音、この音です。これぐらい。3000回転やったら これぐらいなんで、ちょっと回しすぎです。だから1500から2000、1500やったらちょっとクラッチ急いでつなぐとエンストしちゃうので、2000回転ぐらいがまあ適当、 2-3mm、これぐらいの音ですね。うーんっていう音で、ならあの半クラッチ、あの別にキュッてつないでも全然エンストしないです。1500やったらエンストするかもわからないです。でも全然エンストしても全然あの恥ずかしくないので、あのそこは考えずに失敗を恐れずにあの教習受けてもらえれば大丈夫ですね。最初は誰でもエンストはしますよ、そんなイメージトレーニングですね。こういう感じで、もう一回、あ、映ってない
ますね。2000回転発進、こういう感じです。こっちの方やったら、物差し置いても分かんないんですよね。こうでしょ、いきますね。分からないでしょ、物差し。あ、こっちブレーキや。こっちがアクセルで、いきますね。これぐらいで2000回転やったら 2-3 ミリ、これぐらいでこういう感じでスタートです。もう一回映ってない。どこまで行くねんみたいな感じですね。行きますね。物差し置いて、斜めになってるか分かりにくいっすよね、すいません。踏むでしょ、こうでしょ。ほんま 2-3 ミリですよね。踏む言ったら、僕の WRX やったら 2-3 ミリ踏んで2000回転でスタート、こうですね。いかがでしたでしょうか。あ、差し切ってもった。はい、いかがでしたでしょうか。教習所通ってインストするのは全然 OK なんですよ。別にそれで怒られたって全然、恥ずかしいことでもなんともないので、どんどんその、車の練習楽しんで、こう、教習受けていただければ大丈夫やと思います。頑張れ。それでは簡単なんですが、指定させていただきたいと思います。